れから1週間、正直これからどうします？ふうかは？ゆかりちゃん落ち着いてるね。混乱してても始まんないでしょ。この1週間ここのムードも最悪だし、誰もタルタロスへは行かないし。確かにそうだな。人という生き物は7日を過ぎるとどんな環境にも適応を見せるらしいな。どうだみんな、そろそろ冷静に話してみないか。真田さんはもう決めましたか？さあな。だが逃げる気はない。ニュークスと戦うということか。どんな相手かもわからないし、倒せない存在って話だけどな。お前こそ涼しい顔して本音はどうなんだ？正直自分の死についてこんなに見つめたことはなかった。しかしどちらかを選択せざるを得ない。苦しいよりも楽な方がいいさ。だがそれで彼を殺すというのはな。それにどの道死ぬという点も気に入らない。じゃあ領事君には何もしないってことで一致ですか？お前はどうなの？私はその、確かにどう死ぬかとか言われてもそんなの選べないよね実際。っていうか順平は決めた？いや。どうしたの？あ、もしかして怖い？お前なんだよそのノリ。冗談言ってる場合かよ。死ぬって話だぞ。怖いに決まってんだろ。みんなも何ご立派なこと言ってんだよ。絶対死ぬって意味考えたんかよ。じゃあどうするの？殺すのか彼は。俺にできることなんかないっすよ。殺せんのは抱えてたこいつだけなんだし。大体お前のせいじゃんか。そんな偉いもん抱えながら気づきもしねえでさ。お前が育てちまったんだろ。お前のせいみたいなもんじゃねえか。なんとかしろよ。お前特別なんだろ。やめなよ純平、彼のせいじゃないよ。今まで抱えてきてくれたから私たちまだこうしてられるんじゃない？くそ、分かってんだよ。けどささっきはあんな風に聞いて悪かったけどさ、でも私忘れるなんて嫌だって。ここに来ていろんなこと分かったから。私こんな話本当はしたくねえんだけどさ、俺の親父酒に溺れててさ、いわゆる依存症ってやつ。コツも知らねえのに土地高で下手打って、それ以来な。正直軽蔑してた親父のこと。現実から目背けて酒食らってさ。でも親父のそういう気分今俺すげえわかんだよ。解決しねえって分かってたって、怖えもんは怖えんだよ。私もだよ、純平くん。平気なやつなんていない。俺だって怖い。そうだな。私も正直、震えが来るほどだ。生まれて初めてだ。みんな同じだよ。私だって。ゆかりっち。よし。もうこういう半端な集まりはなしだ。どの道彼が再び現れるのは大晦日だ。それまでは普段通り過ごすことにしよう。まだ時間はある。それならよく考えてくれ。
私だ。え、あ、はい。なんか珍しくないですか、先輩が来るなんて。どうかしました？いや、特にないんだが、邪魔だったか？ははーん、先輩もしかして寂しいとか？おいおい、からかってるのか？いいえ、ちょっと行ってみただけです。ならいい。どんなやつなんでしょうね、ニュクスって。やっぱタルタロスにいるんですかね。さあな。ちなみに私は決めましたよ。行けるとこまで行ってみます。迷ってたってしょうがないし。これが聞きたかったんでしょ、先輩。参ったな。先輩って結構わかりやすい性格だから。私は別に迷ってるわけじゃない。霧城も落ち着きを取り戻しつつある。卒業後はグループをいずれ率いるための準備を始める予定だ。もともと私に引き返す選択肢はない。死んじゃってもですか？もしニュクスを倒せるならこの命と引き換えてもグループは残る。意志はまた継がれていくだろう。倒せない存在ってことらしいですけどね。でも本当のところどうなのかな、それ。死ななそうって言ったら私たちのとこのあいつだってそうじゃないですか。確かにな。体にデスが宿っていた影響とはいえ、ペルソナ能力も別格だ。彼って不思議なやつですよね。そうだな。でももしもなんとかなんなくてもみんなと一緒なら私はいいかな。極論言うと結果が生きるか死ぬかは実は重要じゃないのかも。要は満足してそこへ行けるかってことなんじゃないかな。ニュクスに立ち向かうって選択なら私きっと満足できると思うんです。亡くした父さんのためにもか。確かにそれもきっかけだけど、そう決めた私自身のためって感じかな。そうか。先輩、前に私に一緒に来いって言いましたよね。忘れてないでしょうね。忘れるわけない。一緒に行こう、ゆかり。母親の墓参りかと思ってたかな。真田さん、いいのかここで。はい、お墓の前にしようかとも思いましたけどね。でも今母さんに何を報告するのかって考えたら違うなと思って。僕はまだやることが残ってますから。ああ、俺も同じだ。今神事に告げに行くことは何もない。俺にはまだやることが残ってるからな。決して勝てない敵か。どんな相手なんでしょうね。さあな。だが関係ない。俺はもう目を背けないと決めたんだ。どんな相手だろうと変わらない。まずはこの目で見てやるさ。まずは見てやれか。そうですね。一緒に行きますよ、僕も。あれ、純平くん。ああ、風花じゃん。何してるの、こんなところで。いや、別に。
浮かない気分の時はよく来ちまうんだよ、ここ。そのスケッチブック、千鳥と初めて会ったのはここなんだ。風花はなんでここに？家に帰ってたの。最近ちょくちょく通ってるんだ。そっか。なんかさ、風花変わったよな。初めて寮に来た時と全然ちげえや。そっかな。前は正直ただ気が弱いって風だったけど、今は違ってるよ。うまく言えないけどさ。純平くんも変わったよ。ゆかりっちにも言われたけどさ、それでも俺全然自覚ねえや。この前だってやれ怖えとかカッコつけんなとか一人で騒いでてさ、みっともねえったら。そんなことない。でもマジ怖かったんだよ。てか今でも怖え。けど考えてみたら迷ってる場合じゃないって気づいた。影時間のこともし全部忘れたら、千鳥のこととかも忘れちまうだろう。俺あいつがいなかったら今は生きてないからさ。それだけは死んでもノーだ。怖いと思うのは逃げてないからだよ。誰だって同じ。恥ずかしいことじゃない。風花。でもね、だからこそ私、みんなを絶対守りたい。本当は掛け時間だって、普通に考えたらすっごい怖いことのはずでしょ？けど私たちは、ペルソナに目覚めて今こうしてる。この先どうなるかなんて、まだ何も決まってないわけだし。今のこの思いに、正直でいたいの。今の思い。やっぱ優しいな、風花は。行くか、みんなで。うん。私だけど、ちょっといい？聞いて、アイギス今日帰ってくるんだって。ミツル先輩から聞いたの。傷ちゃんと治ったみたい。今日は夜になったらラウンジに集合ね。忘れないでよ。じゃあね。ついさっき戻りました。ご心配をおかけしました。いやー、よかった。丸1ヶ月だもんな。心配したぜ、マジ。私も万が一のことになったらどうしようって。私は機械ですから、全損したとしても作り直せます。仮に全てがなくなってもアイギスという仕様は残りますから。あー、自分はそんな言い方しなくたって。カンチにはもう一周と言われたんだが、無理を言って急いでもらった。明日は大晦日だからね。本当にご迷惑をかけてすみませんでした。ラボの方へはミツルさんが来てくれていました。あの夜のことは聞いてます。いろいろ大変だったみたいですね。お元気でしたか？って元気なはずないですよね、こんな状況じゃ。10年前のあの日、私、あなたに。あ。でも、私があんなことしなければ、こんな辛い思いさせなくて済んだのに。良二君が言ったこと、出された選択の答え、もう
決めたんですか？お願いがあります。明日領事君がやってきたら彼の命を。皆さんがこの先ただ苦しみ続けるなんて私耐えられない。こんな辛い記憶なら消す方を選んでほしい。たとえそれで今までの思い出や私のことを忘れたって。アイリス？戻ってくるのに何の話よ。本当だぜ、アイギスらしくねえってそんなの。どうしたんだアイギス。私何のためにここに帰ってきたんでしょう。シャドウから皆さんを守るのが私に与えられた務め。でも私じゃ勝てないことがはっきり分かりました。私どうしてここにいるんだろう。いくら皆さんを思っても涙を流すことさえできないのに。アイニス、どうして無駄と分かってて戦おうとするんです。どうして一つしかない命を苦しいだけの戦いに使ってしまうの。そんな命を投げ出すようなこと私には全然わからない。投げ出す気なんてない。そんな気がないから先を見たくなるんだ。そうだろ。はい。わかりません。命を持たない私にそんなこと。そんな命がどうとか関係ねえよ。私はシャドウから人間を守れと命じられた機械です。でも私の力じゃその命令は果たせない。今の自分が何のためにいるのか私わからないの。でも誰も答えをくれなくて。そりゃ当然だ。生きる死ぬなんてのは人から教えてもらうもんじゃねえからな。誰だってなかなか決めらんねえんだ。オールオッケーなんて選択肢ねえからな。けど生きてる限りは何か選んでかなきゃなんねえ。だから同じに悩んで頑張ってるやつ見ると何とかしてやりたいって気になんだ。その気持ちで俺らは何とか進めんだよ。多分そんなもんだ。そんなもんですか。アイギスが一人で倒れてたの見たとき私気持ちが痛いほど分かった。今度は私が守りたい。アイギスを忘れるなんて絶対できないよ。フーカさん、目的なんて誰でも見失う。だがそうなったらまた探せばいい。見つからなければ目的を変えたっていい。探すことを目的にしたっていいんだ。生きるとは変わるということさ。そして決めるのはいつだって自分自身だ。私も変われるでしょうか。もう随分変わったさ。自分で気づかないのか。こうして話しているとまるで本当の人間だ。私に命じられた目的が今分かりました。私は生きろと命じられた機械。命じたのは私自身。アイギス、怖くても生きてみよう。私は私と約束したから。やり方なんて分からないけどそれも多分生きることなんですね。私も皆さんの仲間に入れてもらえるでしょうか。当たり前だろ。ったく前からだっての。
ありがとうございます。私はこれから何があっても皆さんと一緒です。たとえ何があっても。